すごくない？なんか下のところちょっとこれはいいよ、外に出て撮らないといけない、うん、撮らんじゃならんよ。立ち寄り地に到着しました。道の駅フェニックスです。素晴らしい。うわすごいな。的な感じがあるじゃん、まあね、うん、ほらほら見て、モアイ広場、世界で唯一正式許可を得た完全復刻モアイ。この広場はイースター島をイメージして作られています。へえ、そうなんだ、ふーん。こんな感じ、うん、ふーん、モアイの下、その何、学力アップだ、金運だ、結婚運だって誰が決めたの？ね、インスタートの人だよ。え？インスタートの人決めるの？絶景スポット宇土神宮に来ました。ここは日南海岸の岬の突端にある神社です。また階段、頑張ろう。八丁坂だって。え、山見て歩き通す。あ、これは山の中を入ってくる林道みたいなのがあるのかな。なんかこの階段さ、うん、もう登ったことにしよう。自分の思い込みが大事じゃん。大事。そうそう、行ったっていう気持ちになるのが大事だからさ、うん、実際に行くとか行かないとかじゃなくて、私の中ではこんぴらさんは資生堂パーラーが頂上だったの。頂上、そう。なるほど、そうでしょ。いいと思う。自分がそう設定したんだからそれでいいんだよ、はい、それでいいよ。そうそう、ないね。あ、なんか一歩足踏み外したらなんか転がり落ちそうな気がするよ。ね、気をつける。止まりましたら止まらないから。うん、本当だ。あ、今
が楽しければ一番いいよ。そう先のことは考えられない。そうなの。あ、そっちほらいるよ、そっちの席の。ほら土偶がいるじゃん。何言ったっけ。何よ、あれおみくじ、うん、書いてもらうやつ。あれをやろうと思って。やんなよ、早くやる。じゃあこのウサギは買えるの？おう、わー、どう、ね、どう、うわー、高くない？すごいな。高い。景色言葉にならない。すごい、うん、ねえ、ここさ、多分ウサギがここの神社の動物なんじゃないかな。なんかだってあちこちでうってウサギのうなのかな、わからないけど。あ、これうかいのう、うかいのうなんだけど、ウサギのうにかけてるのかなって。うん、だってさ、全部だってウサギなんだもん。そうだね。なんか、なんか投げるんだって。ちょっと洞窟っぽくなってる。天皇の父君だって。
乳が垂れてきたのってさ、水しか垂れてこないよね。いいのそれは。すごい非科学的なんだけど、そういうの。え、ダメ？あ、そんなダメ？あ、ごめん、ごめん、あ、ごめん、私ちょっとまずかった。いや、あの。よく考えてあるね。一個やればよかったね。いや、カツオにしてほしいな。カツオ可愛いよね。うん。はい。これ。あ、600円。そうそう、ごめん。800円で聞こえたっけ。ね、一匹ずつ。あさちゃんカツオにする？うん、ミカちゃんカツオがいいと思う。私はカツオ？よし。うん、なんとなく。私じゃあ伊勢海老釣るよ。伊勢海老釣る。じゃあマジ見ましょう。マジ見ましょう。全然見ませんよ。釣った。マジか。ただこれだけ？ただこれだけ？イエーイ。はい、釣った。はいはいはい。はい、伊勢海老とマグロを釣った。じゃあカツオだよこれ。あ？カツオ。私今何釣った？マグロって言った？マグロって言ってた。ごめんなさい、マグロって言っちゃった。これはカツオでした。伊勢海老かわいい？マグロ見せて。あ、じゃあな、ごめん、カツオだった。カツオの方がかわいい。この幸せ良くなりますって、そういうことなんじゃないかな。時至りて、後には大いに幸せ良くなります。騒がず時を持ちなさい。私も何しようのかなと思ったら、どう思うの？私いつもさ、これを見て思うんだけど、うんうん、すごい適当なこと言ったよね、今ね、うんうん、ゴミにはならない、絶対、うん、間違いない。私 SDGs にはなってないと思うんだよ。うん、かなってないと思うんだよ。ダメ、うん、どうしてこんななってるの？どうしてこんななってるの？どうしてこんななってんだろうね。ねえ、不